こんにちは、ベリーズ工房の清水咲です。徳永ちなみです。今回私たちは里田舞さんプロデュースのお米里田舞の収穫に来ました。イエーイ。佐渡に来ましたよ。佐渡に来ました。どうですかこの景色。さあどう。素晴らしいですよ。今さあどうつったの。さあ流しましたよこの人。さすがダジャレを。はい、さすがですね。はい、気づかないぐらいさらっと言ってくれまして。そうです ね, ね。なんか結構ギシギシにお米が生えてるので、うん、どんぐらい取れるんだろうって思いますね。ね、楽しみですよ。うん、はい、どれだけガツガツ働きたいと思います。頑張りましょう。お願いします。よろしくお願いします。今日はね、はい、ここあのコンバイン入ったけど埋まっちゃってもう入らないから、はい、手で刈りましょう。はい、もう毎日毎日雨続きで、田んぼがもう柔らかくなっちゃって、ね、機械がもうなかなか入らない田んぼになりました。ですから手でちょっと頑張って刈ってみますか。はい、あのすごく柔らかいから、はい、あの足が抜けなくなっちゃったりして、田んぼに倒れるかもわかんないけど、倒れないように、はい、はい、つま先から入って、かかとから抜くような感じで歩きましょう。はい、危なかそうな腰つきだな。鎌が危ない。大きいですか。稲を刈るときの音がいいんですよね。はい、ま、ザクッとザクッと、はい、うちに。そして3、3つ、まあ自分で持てる範囲でいいんですけど、はい、4つ、5株で1セット、1セットします。5個で1セット。はい、ごめんなさい、半セットですね。1、2、3、これまた5セット、5株で1組作ります。それを今度左向きに置きます。左向きに、はい、あと3つですね。これでワンセットになります。はい、はいはい、そしてこれを後で縛ります。はい、ここら辺、はい、え、先輩に引く。え、切れない釜ですね、それは。切れない釜ですか。ダメですか先生。ダメですね。よっ、カビの、そうそうそう、はこれは1年かかってもこの田んぼ1枚枯れませんね。すいません。揃えておいてあると思うから、茎がね、茎はあると揃えて、そしてこう上からこう回して、ここでバッテンします。それをこれぐるっとこう回します。そしてこれをギューッとして、こう押し、わらをこう押し込む。そうすると稲わらができる。稲の束でかけるやつですか。そうやってこれをかけるんです。これバッテンがその分けるところね、下にグッと通して、当てて、こうグッとこう、グッとこう、こう、こうして、これギュッと締める。閉まった？はい、そこ閉まってないとね、バラバラと折っちゃうからね。はい。そしてこうねじったやつを、今度この藁のところに、ただこう押し込むだけ。ギュッと押し込む。これ、はい、大丈夫だな。どうですか。大丈夫だね、落ちないね。はい、オッケー、できました。はい、オッケー、じゃーん、できました。出来上がり。これで、ご飯3杯分。そうです、1日分です。1日分です。すごいね、お米大好き。ありがとうございます。イエーイ。パンよりお米が好き。今パンもね、米粉からできるパンがあるからね。はい、食べてね。はい、はい、イエイイエイイエイ。